こんにちは、加藤美月の YouTube チャンネルの松井です。今日もすごい、なんかどっか行くんですかみたいなところなんですけど、暑すぎて雨ずっと降りすぎちゃった。曲がれば入り口でした。なんか連休明けだから人が少ないといいなっていう願望が、もう暑くてすごい。だからちょっとほんのり赤くほてってるの。暑いね、本当。今年はなんかすごい特に暑い。日本だけじゃなくて、多分世界的に暑いとか言いますよね。困ったね。夏が暑いってことは、冬は寒い可能性が。勝手な想像だけど。本当海の中にいるようなそんな感じでした。特に今回音声ガイド付きだったので、海の音とかこう出るんですよ。アナウンスというかこう説明の、ね、中でとかで、だからよりねこう海の中にいるような気持ちだったり、あとなんかこう海の世界、まあなかなかね生身で人間一人じゃいけないところを、まるでこう海の魚の気分になったかのように、こう海の奥の奥のことを知ることができたって感じですね。ちっちゃいねお子さん連れの方もいたんですけど、小学生とかだとよりこう普段自分たちが食べている生き物たちがこういう生活をしてるんだ、こういうところで大事な命をいただいて自分たちが生きているんだっていうのをこうより学んで、感じれるのかなと思いました。まあ、ぜひね親子で行くのはいいかなと思います。10月までやってるんですよね。今の時期はねやっぱり本当今日も子供たちを連れてこようかなと思ってたんですけど、もうこの暑さでしょ、暑いから来るまで子供が耐えられないかもと思って、ちょっと今回はロケっていうか下見っていうかロケハンみたいな、ロケハンでもないんだけどっていう感じで私だけ来ました。でもそうね、子供たちを連れて来るにはすごくいいかなと思います。まあ、実際生き物とかがこう展示されて見れるわけじゃなくて、全部剥製だったりとか作られたものだったり化石だったりとかするので、なんかこうそういう意味での躍動感みたいなのはないんですけど、でもいろいろとねなんか写真を撮っていいところがほとんどだったので、映像とかねムービーのところは撮れないんですけど、だから子供たちと写真を撮ったりクマとかね、最後シャチとかがもうでかい。
かすぎてびっくりしましたね。ああいうのね、ぜひあの子供たちと一緒に写真を撮りたいななんて思いながら、一人撮ってました。もう行くな、これ海に行ってきました。お知らせするの家族だけだけど、海に行ってきました。クッキーです、これは。ちなみにグッズね、あの可愛い T シャツがオリジナルのキャラクターかなが見て T シャツを買いました。じゃん、これと、じゃん、これ。可愛くない？可愛いよね、このタッチ。ゆるっとしたこのキャラクターのこのタッチ、可愛い。これ2枚買いました。サイズが110なので子供用です。私は着れないけど、暑くてさ、もうこう飲み終わっちゃったんだけど、ノンアルモヒートかな、これめちゃめちゃ美味しい。もうないね。私のもう本当に暑いのが嫌で、でもここファンとかあるじゃん、扇風機の持ってるんだけど、重くてさ、ちょっとここにあるのがこれでひんやりやってるんだけど、もうこれももうね溶けちゃってるの、わかる？私のひんやりセット見てみましょうか。興味ない？見てみます、見せてみます。これリュックね、今日リュックできたんですけど、これ保冷バッグ、お弁当バッグなんでね、本当はこれが、よいしょ、じゃあ分かる、これアイスの、あ、まだ凍ってる、最高じゃん。やっぱね、これバッグ、保冷バッグというかお弁当のあれなんだけど、ギュッとしたらここは隙間が空いちゃうんだけど、でもこれは優秀かも。でもう一個ね、これこういう首に巻くタイプの、これね、アイスのが中に入ってて、これで、これが今度溶けたらこっちに入れ替えて、こっち、それも溶けたらこっちに入れ替えて、こっちっていう3段階体制でいます。もう一個これね、氷まだ溶けてない、これもあのノンアルモヒート、ちょっと塩味があって甘みもあるので、すごい美味しいし飲みやすいです。これね、入れておけば消えるんで、でもしかしたらこれもう一回この中入れたら凍るかもしれないっていうのもプチ期待で、これ戻しておきます。はい、ということで、あとこれも塩分チャージ、これないとダメだよね。もう水分だけ取るんじゃなくて、この塩分もね取らないといけない、はい、あとね、これもおすすめ、これビオレのマイナスサンドっていう、あのあれですね、体拭くシートですね。これもね、かなりひんやりします。大人が使う分にはって感じで、子供にはねちょっと使いづらいんだけど、これも結構全身ひんやりするからおすすめです。メンソールっぽいのかな。以上が私の暑さ対策ひんやりセットでした。あ、これね、これあのさ、可愛くはないんだよね、これ。でもまだあの何、輪っかな方がさ可愛いんだけど、でもこっちの方がひんやりするんだよね。冷やさが、面積が違うからさ、まあ、日焼け対策にもなんのか、これだけ厚みがあれば。けど、まあ、この際にダメはいいよね。もうこれないとさ、もう外に出れなくて、暑すぎて、ちょっと外出てなんかポストに郵便入れるとかでちょちょっと行っただけでもう暑くて、これないと思う。なんなら朝起きたらこれつけるぐらい、これがないと今もう耐えられないって感じでした。皆さんの暑さ対策はどういう感じですか、教えてください。あ、ちなみにもう一個、完全に、まあ、あの鈴村監督の影響じゃんって感じなんだけど、これセンスも持ち歩くようになりました。
でもね、涼しい、まあ、熱風ちゃ熱風なんだけど、風ないよりかはって感じで、風がない時とか扇子をね使ったりしてますね。そんな感じです。皆さんの、暑さ対策はどんな感じですか。熱中症に気をつけてお過ごしください。では、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。フォローよろしくお願いします。ヘバナ。